ファエンツァは、イタリア共和国エミリアロマーニア州ラベンナ県にある都市であり、その周辺地域を含む人口約5万9千人の基礎自治体。県内では、ラベンナに次ぐコムーネ人口を有する。中世以来、陶器の生産地として知られる都市である。ルネサンス期には、マヨリカ焼きの技術を発展させるなど、ヨーロッパの陶芸において大きな役割を果たした。 ファイアンス焼きはこの町の名に由来する。イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ラベンナ県外略ズラベンナ県南西部に位置する、コムーネ。エミリア街道沿いのイモラとフォルリの中間に所在し、ロマーニャ地方の中央部にあたる。県とラベンナからは、西南西へ3 0トル、州とボローニャからは、東南東へ4 8トルの距離にある。この場所に作られた、 最初の集落は、フェーン社という名であった。伝承によれば、この名は、エトルリア人とケルト人の言葉に起源を持ち、ラテン語で、スプレンディオ・インター・デオス、神々の中で輝くという意味を持っているという。ローマ人たちはこの地を、ファウェンティアと呼び、都市を発展させた。紀元前82年には、クイントゥス・カイキリウスメテルスピウスがこの地で、 グナエウス・パピリウス・カルボ率いる民衆派の軍勢を破っている。紀元1世紀後半以後、農業開発や産業発展により、ファウェンティアはかなりの繁栄を見せた。542年、この地ではトーテラ率いる東ゴート族が東ローマ帝国の軍勢を破った。中世初期、この都市は2世紀にわたって賃貸の時期を迎えたが、8世紀には、 その繁栄を取り戻した。西暦1000年前後には、市政は、司教から、コムーネの手に移り、長い繁栄の時期を迎えた。1141年には、選挙によって、最初の執政官たちが選出され、1155年には、司政官が、市政府の頂点に立つこととなった。続いて生じた、強硬派と皇帝派の構想では、ファエンツァは、 当初皇帝派についていた。しかし1178年には立場を変え、強硬派のロンバルディア同盟に参加している。都市内部での権力構想は、傭兵隊長、マイナルド・パガニによる、権力掌握を導き、彼は、数年の間ポデスタ及び、カピターのデル・ポポロ・コピートのデル・ポポロに就任した。14世紀初め、強硬派貴族のマンフレディケは、 以後2世紀にわたる都市統治を始めた。15世紀後半のカルロ2世、マンフレディの下で都市の拡張は頂点を迎え、中心部の景観を一新した。カルロ2世の後を継いだ弟のガレオットは1488年に妻によって暗殺され、幼い息子のアストレ3世が後を継いだが、1501年にチェーザレ・ボルジアがこの都市を占領。 アストレ三世は捉らえられ、ローマで非合の死を遂げた。ルネサンス期の15世紀末から16世紀にかけて、この町では、マヨリカや木の生産によって、急速に発展を遂げた。石油政党は、マヨルカ島からもたらされたが、この町の陶工たちは高温調整による、鮮やかな色彩の発色を可能とし、 ルネサンス美術の影響を受けて鮮やかな色彩による絵付けが施されるようになった。街が政治的に衰退すると、投稿たちの多くがファエンツァを離れたが、その結果として技術が各地に伝えられることとなった。例えば、フィレンツェ近郊にメディチケが開いたカファジョーロヨやモンテルーポ、現在のマルケ州にあるカステル・ドランテやウルビーノなどの洋業地である。ファエンツァは、 ベネツィア共和国による短い支配の時期を経て1797年まで強行領であった。ファエンツァの陶器産業はその後衰退した時期もあったが20世紀初頭に伝統の復活が図られた。イタリア最大級の陶器コレクションを有する国際陶器博物館が設立されたのもこの時期である。ファエンツァには 以下の分離集落がある。国際陶器博物館、マジョリカ陶器で有名で、世界有数の陶芸美術館である、ファエンツァ国際陶芸博物館がある。F1 のチームミナルディの本拠地としても有名であり、ミナルディを買収したスクーデリアトロロッソ、さらにトロロッソから名称が変更されたスクーデリア、アルファタウリーも引き続き、ファエンツァに本拠地を置いている。 サッカークラブ、ファエンツァカルチョの本拠地でもあり、上記ミナルディチームの創設者のジャンカルロ・ミナルディが、チェアマンを務めていた。むね北及び、西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内は市外。ファエンツァ駅ファエンツァには、以下の姉妹都市がある。ありがとうございます。